こんにちは。屋さん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。不動産を売却。ふるさと納税、上限額、どうなるというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい。で、今日の質問です。えー、今年、賃貸物件の売却をして、売却の利益、1000万円が出ました。ふるさと納税の上限額は、 住民税の20%を目安と聞きました。長期譲渡なので、1000万円 ×5% イコール50万円が住民税になりますか ?50 万円 ×20% イコール10万円が上限額として増えるという理解で良いでしょうかこういった内容になります。このチャンネルでですね、私が過去メルマグで書いてきた親さんの税務相談をですね、紹介していっております。 よかったらチャンネル登録、高評ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから、無料で税務相談ができるメールマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、こちらがですね、概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答になります。まずですね、このふるさと納税の上限額なんですけれども、 確かに住民税のですね、20%を目安というふうに言われるんですけれども、正確の計算式っていうのがあるんですね。それが次の通りですよ、ということになります。この上限額、イコール、という後ですね。住民税所得割額、かける20%、割るですね。確保90%マイナス、所得税の税率、かける1.021。 で、足す2000円という形になってきます。ちょっとポイントがですね、この所得税の税率というところがポイントになってきます。総合課税、給与と分離課税、不動産の譲渡の所得の両方がある場合には、総合課税、も、まあ、給与とかのですね、総合課税の所得税の税率を使用するというルールになっております。この税率というのはですね、総合課税のものと、 不動産の譲渡のですね、分離課税がある場合は、両方ある場合は、総合課税の方の税率を使うんですよ、ということになるわけです。したがってですね、総合課税の所得税率によってですね、この上限額が変わるということなんですね。不動産の譲渡による所得税率なんですけれども、こちら短期譲渡であればですね、30%、長期譲渡であれば15%ということになります。短期か長期かというのは、保有期間によって変わるわけですね。 1>, 1月1日時点で、えぇ、ー、所有間が5年以下であれば短期譲渡、えー、5年超であればですね、長期譲渡という、えー、ことになります。それから総合課税による、所得税率というのは、えー、これは超過流進税率といってですね、所得に応じて変わりますよと。5%から45%の7段階でですね、調整されてますよという、えー、ことになります。この長期譲渡と総合課税がある場合なんですけれども、このふるさと納税の上限額ですね、えー、有利に、 計算できる可能性が高いですよと。だって、長期譲渡であれば15%というですね、低い税率になってますので、そうすると総合課税によるですね、税率の方が高くなる可能性っていうのは大きいですよということになるわけです。じゃあ実際にですね、これがですね、この計算式になっていきます。総合課税のですね、税率を使いますので、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%ことになります。 でそれぞれ5%の場合は、えー、こちらの、えー、かける税率になりますよと。先ほどの計算式にですね、実際税率当てはめてですね、ちょっと計算してみたと、えー、ものになります。5%であれば、かける23.558%、10%であれば25.065%、えー、という形でですね、えー、こうだんだん増えていきますよという、えー、ことになります。まあ、40%であれば40.683%、45%であれば45.397%という形で,ですね。 税率が高ければ高い方が多くですね、ふるさと納税ができますよ、ということになるわけです。で、ちょっと具体的にですね、ちょっと考えていきたいと思います。例えば、売却にかかる住民税が50万円の場合でですね、この売却益以外の所得によってどう変わるかっていうのを、ちょっとパターン別で見ていきたいと思います。例えば、売却以外で課税所得400万円ありますよ、と言った場合です。でそうすると、50万円かける、えー、先ほどの 表に当てはめると28.473%になってですね、約14万円増えますよと。14万円、ふるさとの税の上限額が増えますよということになります。それから課税所得800万円の場合で見ていくとですね、先ほどの表に当てはめていくと30.067%をかけていきます。そうすると約15万円ですね。15万円分増えますよということになるわけです。課税所得1200万円で見ていきたいと思います。 そうすると先ほどの表に当てはめていくと35.519%になりますので、約17万円ですね、上限額が増えますよとことになりますので、この課税所得によってですね、総合課税の課税所得によって上限額がですね、こう上がっていくんですよとことになるわけです。ではですね、ちょっとまとめていくと、不動産所得や給与所得の金額によってですね、こ上等にかかるこのふるさと納税の上限額の計算も変わってきますと。 ということなので、売却だけではなくてですね、もう全体の所得でシミュレーションしてみないとわからないということになりますので、ぜひですね、全体でシミュレーションですね、計算してみていただければと思います。